私の名前は水木。小学3年生の娘千秋と、去年生まれた息子のひろや、そして保護猫カフェからやってきた猫のにねまる。この3人を育てている兼業主婦だよ。私はコストコの会員で、時々まとめ買いに行くんだけど、その話を聞いていたのかな。近所のママさんから、一人で行くなんてずるいって言われたんだよ。ねえ、水木さん、一人で行くなんてずるいじゃない？ゆかさん、なんで一人で行くのがずるいの？だって、私は一人じゃ行けないもん。水木さんは一人で行けるんだね。ならさ、気を使って誘ってくれてもいいでしょ？ああ、ゆかさんはコストコの会員じゃないのか。嫌だよ。なんで？だって、一人でゆっくり買い物したいし。いやいや、あそこって一人でゆっくりできるような場所じゃないでしょ。そうやって強気でバッカみたい？いつか後悔するからね。いや、なんでそんなこと言われないといけないのかわからないんだけど。とにかく、今度の金曜日に行くんでしょ？私待ってるから。来てくれなくても現地に行くから。現地まで行けるんだったら、そのままお金を払えばいいでしょ？何度も行くことになるかもしれないし、それに、いちいち人にお願いするのって面倒じゃない？あんな場所、行くのは人生に一度に決まってるじゃん。そう何回も行けるわけないでしょ？バカなの？とにかく、うちの夫にも水木さんと一緒に行くって話をしておいたから。それ、なんか効力あるの？ゆかさんの旦那さんにお願いされたところで、私は無理だからね。ひどい。ちょっとね、ひどい。私の夫がお願いしてもダメって。何それ？ねえ、最低だよ、水木さん。何が最低なの？だって、私は一人じゃ無理だって言ってるんだよ。うちの夫だって、水木さんと一緒ならいいって言ってくれてるんだからさ。そんなの、私に対する責任の押し付けでしょ。もし現地で何かトラブルがあったらどうするつもりなの？その時は慣れてる水木さんが対処するべき。でしょ？そんな人お断りだよ。近くの公園だって一緒に行きたくないね。ひどい、ひどい！とりあえず、私もう準備は済ませてあるんだから。いや、準備なんて必要ないでしょ。連れて行ってもらわないと困りますから。はあ、連れて行くわけないでしょうが。コストコなんて、車はもちろん、電車やバスでも行ける距離にあるわけだし、そんなに行きたいなら、一人で行けばいいのにね。こんなわがままな人と一緒に買い物なんて、こちらはごめんだよ。ということで、何度も断ったんだけど、とにかくしつこくてさ。でも、そもそも行く場所が違っていたみたい。ゆかさんが行こうとしていたのは、金曜日。水木さん、電車で来るんでしょ？私、改札のところにいるから。絶対に水木さんを逃がさないから。電車って、ゆかさん、何の話してるの？女一人でインド旅行に行くんでしょ？私も行くから。この30万円で運命を変えてみせるわ。私が一人で行くのはコストコだけど。え？てか、インド旅行って、え？何の話をしてるの？だから、女一人で行くって大変だねってみんなで話してたでしょ？そりゃ、コストコに女一人で行ってまとめ買いをするのって結構大変だと思うんだけど。それに、インドカレーがすごく美味しいって。前回行った時に、インドカレーのレトルトがあったから買ったんだよ。それがすごく美味しかったから、今回も買おうとしてただけ。え、まさかだけど、そんな曖昧な内容から判断して、一人で準備してたの？さすがにその行動は痛すぎるでしょ。え、ちょっと待って。じゃあ、水木さんはインド旅行には行かないの？行かないね。確かに、私は旅行が好きだし、若い頃は一人であちこち行ったけど、インドみたいな難易度の高い国は行かないよ。そんな、嘘でしょ？嘘じゃないよ。これから先も、女一人で行くことはないだろうね。もう結婚して、子供たちもいるわけだし。じゃあ、私のチケットはどうするのよ？てか、本当にチケットを取ったんだね。私一人じゃ無理、今から来てよ！そんなことできるわけがないでしょう。それに、私これからコストコに行くし、忙しいの。あれ？何？あのさ、今ちょうどゆかさんの旦那さんが前を通りかかって、声をかけられたんだけど、そもそも、インドに行くって話してないの？確か旦那さんに許可取ったとか言ってたよね。旦那さん、今日から温泉旅行ですよねって言ってるけど。ごまかして！私、後でトラブルになるのなんて嫌だよ。嘘つきたくないから。いや、
だってうちの夫は海外旅行は反対派なの。行くならしっかり下調べをしたり、ちゃんと現地の信頼できるガイドさんが必要だって言うから。正論だと思うよ。やっぱり日本に比べて危険な国も多いからね。そうやって慎重に考える方が正解だと思う。でも一人で行ってる人たちもいるじゃない。ああいう人たちはね、体力も何もかもレベルが違うんだよ。旅の経験値も全然違うし、逆に若かったり物知らずすぎて何も怖がらずに一人で行っちゃう人もいるしね。水木さんだって平気でしょ。今すぐ来て何とかしてよ。私は無理無理。というかインドって今すぐ行けるような場所じゃないでしょ。それじゃどうすんのよ。なんかちょっと話が噛み合わないなと思ってたんだけど、私が一人で行くのはコストコだよ。なのにゆかさんは女一人のインド旅行に行くと思ってついて行こうとしていたんだってさ。いや、あの人の考えていることはさっぱりわからないわ。ちなみに旦那さんは即ゆかさんに連絡を入れていたよ。ゆかさんはなんとかごまかそうとしたみたいだけど、こんなのごまかせるわけがないよね。30分後。ねえ、ちょっとそこにうちの夫いない？いや、顔真っ赤にして帰っていったけど。てかゆかさん、私を巻き込むのはやめてよね。え、何のこと？何のことじゃないでしょ。私が温泉旅行に連れて行ってくれるって嘘をついてインド旅行のチケットを取ったみたいだけど、私を巻き込まないでよね。今夫から連絡が来て散々怒られたし、でも私はそれでやる気が出てきたから。やる気ってまさかだけどインドに行かないよね。私学生時代にお友達がセッティングしてくれて韓国旅行に行ったことがあるの。だからきっとインド旅行だって一人でも大丈夫。いやいや、やめた方がいいと思うけど。私は大丈夫。何より結構お金使っちゃったんだから、これを無駄にするわけにいかないんだから。私は進めないよ。これでもまだ私のせいとかにしないでね。もういい。こうなったら水木さんよりも私の方が旅行上手ってことを見せてやるから。もうこうなったらどうにもならないね。当然ゆかさんの旦那さんや事情を知ったご両親も必死に止めたんだけど、ゆかさんは一人で海外旅行へと旅立ってしまったんだよ。まあ何もなければいいけどね。ちなみになんでゆかさんがこんなにも旅行に行きたがっていたのかというと、対抗心が原因だったみたい。と言っても私への対抗心とかじゃないよ。ゆかさんの旦那さんにはマリアちゃんという大学生の妹さんがいるの。私もちょっとしたことで知り合ったんだけど、この子がすごくいい子でね。水木とマリアの LINE。 もうどうしよう、やだ、なんでそういうことになるのかな。お姉さんと連絡が取れない。もしかして本当にインドに行っちゃったのかな。言ってる可能性はあるんじゃないかな。みんなが止めてもダメだったんだもんね。それに飛行機自体は乗れるだろうし。でも心配なのは現地に到着してからだよ。どうしよう。それにしてもゆかさんもぶっ飛んだことするね。なんで海外旅行に慣れていない人がいきなり女だけでインドなんだろう。それ多分私が原因です。マリアちゃんは？なんで？お姉さん私のことあまりよく思っていないみたいで、で前回家族みんなで集まった時に私の留学とか海外旅行の話になって。そういえば高校生の時にイギリスに留学してたよね。大学生になってからもバイト代貯めて海外旅行ちょこちょこ行ってたっけ。そうなんです。そのことがお姉さんを傷つけたとかなんとか。若いくせに海外に行ってるからって偉そうにするな。私の方が素晴らしい経験をしてやるって言ってたので、多分それでインドに。なるほどね。私どうしたらいいんでしょう。別にお姉さんのことは嫌いではないんです。兄と結婚してくれた人だし、できれば仲良くしたいし。まあお姉さんにとって私は邪魔みたいですけど。もう行ってしまったならどうにもできないよ。あとは待つのみだね。はい。2週間後。私もう無理。ゆかさん帰ってこれたんだね。よかった。というか2週間もいる予定だったの？それがそもそも空港で変な人に捕まっちゃって、インドどころか空港周辺から出られなかったの。え、それ大丈夫だったの？
全然大丈夫じゃない。だって、私、日本人に騙されたんだから。何それ、どういうこと？日本人のイケメン男性に声をかけられたの。女性一人だと大変だろうからガイドしますよって。はあ。その人が一日あたり5万円のガイド料を払えとか言い出して、逃げたり隠れたりで地獄みたいな日々だった。お腹を壊すし、治安だって交通状態だって何もかも日本と違うんだよ。そんなのゆかさんに言われなくてもみんな知ってるよ。それにまだ帰ってこれてよかったね。え？世の中には海外に行って帰ってこれなくなってしまう人もいるんだよ。でもマリアちゃんだって一人で海外に行ってるんだから。義理とはいえ姉の私はできて当然なんだから。マリアちゃんも海外に行くときは基本的に複数で、一人で行くことになったときは基本的に日本人がたくさん住んでるようなエリアしか行かなかったって話だよ。そうなの？なんだ、ふーん、あの子弱いんだ。いや、それのどこが弱いの？正しい行動でしょ。頭の弱いゆかさんに言われたくないだろうね。何よそれ。その後、今回無事に帰ってこれたと思っていたんだけど、どうやら結構な額を騙されてしまっていたみたい。当然無理な行動をしたことで旦那さんは大激怒。海外旅行の経験値云々の話以前に離婚に向かって進んでいるんだってさ。ゆかさんはうちにも抗議に来たんだけど、塩を巻いて追い返したよ。むしろ何も知らないで女一人で海外に行き、体は無事に帰ってこれたんだから、ある意味幸運だよね。さて、今日のランチはバターチキンカレー。レトルトのやつだけどね。これが美味しいんだ。でもカレーを食べると、にゃにゃまるが遠くに行っちゃうんだよ。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。